皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆様に熱い戦いをお届けします。ボールを奪おうとします。上がった、決めるしかない、ゴールだ。パスはダメでした、通りません。効果的なパスが通る、ここは流しました、狙っていった、ヘディングシュ、もう少しでした。視野が広い、このボールを奪います。モリソン、すごい、パスが通った、ゴールイン、入った。どうやらこれはオウンゴールのようですね。これは決定的になる、決まるか、打ってきた、入った、ヘッドだ、入りました、試合は同点となります。相手に渡ります、どうする、これはいい手、ここで打つ、ヘッドできた、ゴール決まった、オボド、嫌なところに出されたぞ、打った、ゴール、試合は振り出しです、入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。モリソン、世界最高クラスのミッドフィルダーです、ゲームを作れる選手ですよ。クロスきた、ヘッドで合わせて、ゴールです、ゴール、カットを狙います、オボド、ここはボールを奪いに行きます、決まるか、ここで前半終了です。クリアですが、ここは味方につながりません。いい形を作りつつあります、これはいい連携です、ここでシュート、ヘッドでシュート、ヘッドでのクリア、なんとか押し出しました、ボールダッシュを狙います、振り抜いた、キーパーの手の中へ、ボールを奪おうとします、ここはうまくボールを取りました、これは守る側に危険信号だ、彼がシュートを外すことはめったにありません、味方はいる、これは同点のチャンスでした、さあ周りを見たい、振り切りました、彼のスピードは本当に貴重です、彼のようにどの方向にもシュート、ルーニー、ボール支配率です、五分と五分ですね、さあスタジアムのテンションが上がります、これはポストですか、これはもらった、ゴール、試合を振り出しに戻しました、今日の守備は素晴らしいですね、マンオブザマッチを取れそうです、レベルが高い、ルーニー、なんとかクリアしましたね、ボールが浮いてしまいました、当てます、
モリソン、ここを起点にできるか。仕掛けます。見事なタックルです。オボド、さあ丁寧に折り返せるか。ボールがこぼれました。こぼれています。打てる。さらに弾く。そこに選手、決まった。ゴール。これはパスミスになった。よく見えています。いいパスだ。いいパスつながった。フィニッシュに持ち込みます。ゴール、ゴール、ゴール。こんにちは。今日のゲームの実況は私、西岡明彦がお送りします。ボールはキャッチされます。このボールは重要です。予感のあるパスがつながった。打てるか。ブロックに当たる。ドログバ、クロスを入れたい。つながります。ボールダッシュを狙います。この判定は PK です。ゴールが決まった。つながった。このボールはどうだ。入るか。ドログバ、効果的なパスが通る。上がった。打った。ナイスシュート。ゴール決まった。ドログバ、パスが華麗につながります。カッサーノ、これは来た。どうだ。このボールはキーパーなんとかクリアしましたが、相手の攻撃は続きます。ここを決めた。ここでシュート、決まった。ゴール。ここを起点にできるか。ルーニー、いい形ができつつある。さあ折り返した。打ってきた。クロスは通りません。ここはチャンスです。彼のシュートはいつも枠に行きます。攻守の切り替えが大事です。前方に運びました。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ドログバ、味方の位置を確認する。惜しいシュートでした。相手に渡ります。ルーニー、そろそろ疲れが見える時間ですが、彼はタフですね。ピッチ全面をカバーしています。シュートだ。ゴールです。ここから点差を縮められるでしょうか。ボールを奪おうとします。スライディングを仕掛けてきました。スライディング、しかしここは倒れません。ここはボールを奪いに行きます。ディフェンスに当たった。ルーズボールです。あ、決まるか。惜しいシュートです。スコアは3対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。こんにちは、実況の西岡明彦です。本日はオードロモでの試合の模様をお届けします。予感のあるパスがつながった。シュートは外れます。期待できそうです。さあどうだ。カッサーノ、切り裂いた。決めに来た。ゴール、ゴール。います。これはどうなりますか。ルーニー、パス通りました。顔を上げたい。合わせてくるか。狙っていった。当然狙う。これは惜しい。ボールを奪いに行く。いい形ができつつある。競り合いになりました。ここはボールを奪いに行きます。
ルーニー狙ってましたか。カットします。さあスタジアムのテンションが上がります。コースを塞ぎます。どうだ、ゴールゲット。もう前しか見えない。素晴らしいクロス、来た。合わない。クロスはチャンスになりません。ディフェンダーが間に入った。これはパスミス。ここはクリアしたい。ドログバ、カッサーノ、いいですね。クロス上がった。ヘッドで合わせてきた。レフリーの笛が鳴って前半終了。カッサーノ、ボレー。ヘッドを使ってピンチを脱出。さあどうする。ヘッドで押し出して一旦落ち着きます。クリアボールは再び相手に渡っています。クロスを入れたい。決めに来た。変わってしまうと思います。試合終了のホイッスルが吹かれました。90分間の戦いが終わりました。こんにちは。今日のゲームの実況は私西岡明彦がお送りします。さあどうだ、ドログバ、さあ折り返した。まだボールは生きています。ゴール、ゴール。ドログバ、予感のあるパスがつながった。決定的なパス、ね、ゴールを守ったのはゴールポスト。さあどうする。この動きにスタジアムが沸きます。よくやったと言いたいですが結果に結びつきませんでした。キーパーがボールをセットしてボールを取られました。つながります。上がった。なんとか押し出しました。クリアボールは再び相手に渡っています。相手に渡ります。ドログバ、打ってきた。前方に運びました。カラーゼ、ボールを取りに行きます。今のパスで完全に崩しました。ナイスシュート。ゴール決まった。ここを起点にできるか。ここはボールを奪いに行きます。ここはうまくボールを取りました。ボールを奪おうとします。ここはボールを奪取しました。シュートを打つしかない。カッサーノ、ここはボールを奪いに行きます。ボールをキープしました。タッチライン際です。振り抜いた、決まった。素晴らしいシュートだ。ドログバ、ここまでのシュート数です。ボールダッシュを狙います。クロス来た。もうイエス、ゴール決まった。このパスはダメでした。通りません。ここでシュート、ゴール決まりました。フェルマーレ、ボールを奪おうとします。ここはキーパー、このボールはキーパー、そうですね。ボールダッシュを狙います。何か完全に力の差というものを感じる両チームです。いい形ができつつある。仕掛けてきました。ゴールゲット。つながった。シュートだ。激しくぶつかっています。ひとまず前に出しました。入るか。試合はここで終了です。試合が終了しました。どうご覧になりましたか、岡田さん。はい、